じゃあ皆さんおはようございます。今朝は閣議、各閣僚の方に出てまいりました。本日の閣議内で私が労働力調査結果および各閣議定時調査結果について報告をしました。そのポイントでございます。4月の、完全失業率は成長成長 2.8% と前月と同率となり、約23年ぶりの低い水準で推移するなど雇用情勢は着実に改善しています。全国2人女世帯の4月の消費支出は1年前に比べ実質 1.4% の減少となりました。リフォーム関係を含む住居の設備、修繕維持などが増加となった一方、自動車等関係費が減少となりました。季節調整値で前月からの変化を見ますと、消費支出は前月に比べ実質 0.5% の増加となりました。私が以上でございます。幹事社日本経済新聞です。幹事社から一問、昨日も北朝鮮がミサイルを発射し、排他的経済水域内に落下したと、北朝鮮のミサイルの脅威が増しているという現状について、総務省としてどのように答えを強化していかれるのか、あるいはその大臣の考えをお示しいただけますでしょうか。地方団体と情報収集連絡体制を構築して、ミサイルが発射される都度、都道府県、市町村に迅速に情報提供は実施をいたしております。またミサイル発射などに関する緊急情報を国民の皆様に迅速かつ確実に連絡するため、市町村に J アラート機器の点検の徹底などの対応を要請してまいりました。でさらにミサイルを想定した住民避難訓練を3月17日に秋田県男鹿市で実施しましたが、6月4日に山口県阿武町で、6月9日に山形県酒田市、6月12日に新潟県燕市で実施することを予定しています。しっかりと、対応してまいります。はい、各社さんどうぞ。よろしいですか。よろしいでしょうか。共同通信の坂田と申します。各自についてです。売上がですね、2005年のピーク以降減少傾向が続いていますが、その記事の受け止めと今後の進みについて教えてください。28年度の宝くじ発売 実績ですが、18年ぶりの8000億円台ということで8452億円となりました。でこの宝くじの収益金でございますけれども、地方団体の貴重な実施財源でございまして、公共事業をはじめ福祉、文化、災害対策など各分野で幅広く活用されております。でこの売上を回復させていくためには、やはり消費者目線に立って宝くじの魅力を高めていくということが必要になってまいります。で発売団体におかれましては、昨年度の年末ジャンボで1等や2等の当選本数が多いプチを発売しました。で今年度4月からも新商品のビンゴ5の発売を開始しました。ジャンボくじもコンセプトを明確にして刷新するなど工夫されていると伺っております。これからも発売団体におかれまして、さまざまな活性策が実施されて宝くじの魅力が高まりますように、総務省としても必要な助言を行ってまいります。現在、宝塚歌劇との夢のタイアップをコンセプトとしたドリームジャンボ宝くじが発売中で、6月2日金曜日までの発売ですので、ご購入をよろしくお願いいたします。ご協力ありがとうございました。